2015年9月10日の木曜日、記録的な大雨で私たちの住む牛久も大雨特別警報が発表されました。特別警報とは、市民の皆様に命を守る行動を取ってもらうための警報です。牛久市では初めてこの警報が発表されました。牛久市田宮町では冠水のために市役所の職員の方々と牛久市消防団の第4分団が出動しました。私は第4分団の皆さんとほぼ同時に現地に到着したのですが、すでに市役所の方々が災害対応していました。冠水した場合はポンプで水を吸い上げて雨水のマンホールへと流していきます。今回牛久市で冠水した箇所はいくつかあったそうですが、消防団が出動したのはこの田宮町での災害だけだったそうです。消防団員さんにお伺いしたところ、3時間くらいだと読んでいたが、これだけ多いと相当かかるな、また以前は冠水する箇所がたくさんあったがほとんどなくなったとも話してくれました。まだ現在も対応されているかと思います。皆様、地域のためにいつも本当にありがとうございます。以上、ちゃんみおがお届けしました。